はい、今回は北海道にやってきております。ここは小樽。 JR 小樽駅からさらにローカルバスに乗って宿津という町にやってきました。本日の宿はこちら、民宿青塚食堂さんです。ここは漁師さん直営のお店で、取れたて新鮮な料理でもてなしてくれますよ。早速夕食が始まりました。もうね、刺身やら何やらたくさんの種類がどんどん、こうコース料理みたいに次から次へ、これでもかっていうぐらいに出てきます。昼間は食堂なので泊まらずに食事だけでも来ることできるんですけど、せっかくなので、私たちは一泊します。一泊二食ですね。その夕食がこんな感じです。いや、もう何種類あったのかわからなくなってくるくらい、イカの刺身、魚、何の魚か忘れました。エビとかホタテとかもずくとか茶碗蒸し、これは天ぷらです。そしてカキ。カキは生か焼くのか選ぶことができます。で、海鮮だし、そしてデザートのアイスクリーム。ご飯はこんな具合にイクラ丼になります。すっごい量でした。いや、ここ本当に噂通りですね。食堂はこんな感じ。朝は食堂でいただきます。この日はちょうどお客さんが少なくて、私たち夫婦とあと一人、ドライバーのおじさんが、ね、いらっしゃいました。3人です。泊まってたの3人ですね。で、ここ食堂で、朝は今10時から夜の9時まで営業しているそうです。ホームページにいろんなメニューが載ってますので、小樽来られたら、ここまでは車で12分ぐらい、バスで12、3分ですね。めちゃくちゃおすすめのお店です。新鮮なホタテ、これ私たちの朝食用に焼いてくれてるんです。なので、これ一泊二食でこんなに夕食と朝食と海鮮三昧ね、安いと思います。高くないです。結構昼間は外国の方もたくさん食べに来られるみたいです。夏がシーズンですね。目の前の海でこういろんなマリンスポーツも楽しめるみたい。手作り、うん、ああ懐かしい味だ、うん、全然違うもん。もうこんな量、これホッケ焼いてくれたんですよ。海のそのままの海水の味で、ホタテが焼き上がりました。こちらが青塚食堂。部屋は2階だったんですが、オーシャンビュー。天気がねちょっと悪かったんですけど、なんか向こうの方、遠くの方、雪か雨か降ってると思います。この日は寒かった。雪こそ降ってはないんですけど、風が冷たくて結構気温が下がっていたと思います。海も荒れてますね。この辺り、宿津は昔ニシン漁で栄えた町で、当時使っていた番屋が今も残っています。帰りのバスの時間までちょっとあったので、おかみさんがなんと車で送ってくれたのが、ここ、にしん御殿小樽貴賓館。
旧青山別邸と呼ばれている一般開放されたその当時の大きなお屋敷、こちらにやってきました。これは昭和の名曲石狩挽歌の記念碑、作詞家中西礼さんの直筆の歌碑があるそうです。庭を通って建物に入っていきます。中にお食事処があって、四季折々の庭を眺めながら食事ができます。靴を脱いで天井画ホールに入りました。ここは旧青山別邸と呼ばれていたようで、青山家は明治大正を通じてニシン漁で巨大の富を築き上げ、別荘としてこちらを建てたそうです。現在は小樽市の歴史的建造物に指定されています。さあバスが来ました。これから小樽駅に行きます。ちょこっと小樽の街を観光してから電車で次の場所へ移動していきます。小樽は一度以前も来たことあるんですが、夫は初めてなので、街中を歩いてみようと思います。ちょっとね、天気が雨がしとしと、さっき雪がちらついていたんですよ。なんとか雨上がっているので、この正面が小樽駅、そして小樽運河に来ました。ここは夜ライトアップされるから、昼間よりも夜の方がもしかしたら綺麗かもしれないですね。でも結構観光客もいて、日本人というよりも外国の方たちが多かったです。少し運河の周りをブラブラして駅に戻ってきました。小樽駅の横にある市場、三角市場、はい、せっかくなのでここも通り抜けしてみます。ということで、エビやらカニやらいろいろ海のものが売ってあります。また食堂もあって、結構並んでるお店もありましたね。日本の人はお魚とか、あと、鮭とかカニとかですね、オーダーして発注してる人もいたようです。はい、とこんな具合で小樽一泊二日滞在しました。海鮮尽くしだったんですけど、美味しいチーズケーキ屋さんもあるんですよね。ルタオだったかな。また今度、でもシドニーにルタオっていうお店ができました。帰ってから食べます。じゃあまた、バイバイ。